誰が一体止められるのか、誰が修正をできるのか、それは我々日本を愛する国民だと思います。我々この一人一人のこういった行動がですね、この反日の動きを止めていくことになると思います。日本がなぜこうなってしまったのかというと、これはいわゆる反日左翼がですね、今までうんと頑張ってきたからだと思うんですね。彼らの努力の方向というのは本当ホリホリするぐらい間違ってますだけれどもこの努力の量だけはすごいんですね。そして日本がどんどんこうダミングされてしまっているという状況だと思います。ですから我々は今まで左翼がやってきたことに倍することをやり返してですね、立派な日本を作っていくことに頑張るべきだと思います。今日は皆さん本当に元気も悪いのに、これだけ多くの人に集まっていただいて、我々日本を愛する日本国民の意思をフジテレビに、そして日本政府に大きな声で皆さん伝えていこうではありませんか。